どうも、アキです。今回は皆さんにお知らせがございまして動画を撮影しております。本日の20時からプレイステーションの公式チャンネルにて行われるニューみんなのゴルフの生放送にて、私アキ MC を務めさせていただくことになりました。こちらの番組ではポッキーさん、ミヤユさん、マスオさん、ギコちゃんさんがニューみんなのゴルフにて対決を行うのですが、番組放送中にこの4名の YouTuber どなたかに対する応援ツイートを Twitter にて行っていただくと、なんとプレイステーション4&ニューみんなのゴルフのセットが10名様に当たるチャンスもあるということで、ぜひとも本日の20時からはプレイステーションの公式チャンネルにてこちらの番組を皆さんに楽しんでいただければなと思っております。すでに台本を見させていただいているのですが、かなり番組の内容も面白い感じになっているので、ぜひぜひ20時からプレイステーションの公式チャンネルでお会いできれば幸いです。はい、というわけではお知らせだけでも面白くないなと思いましたので、今回はですね、まあ予行演習ではないですが、こちらのニューみんなのゴルフ久しぶりに実況していきたいなと思います。はい、早速やっていきましょう。よーし、久々のミンゴル実況ですね。まあ今回はハーフということで、そうですね、4アンダー目指しましょう。はい、行きましょう。よし、ナイスショット。いや本当にですね、今年1年もう本当にゴルフにドハマりした年だったんですけど、まあそのきっかけを作ってくれたのがこのミンゴルですからね。はい、もう小学生の時からすごい楽しく遊んでいるゲームでございます。まあこのチャンネルでも今年ミンゴル4、そしてミンゴルアプリ、そしてこのニューみんなのゴルフと実況させていただきましたが、本当楽しいんですよね、ミンゴル。しかもゴルフの勉強にもなって、本当におすすめのゲームでございます。これ結構むずいな。ちょっと登ってるけど、風はフォロー。結構強そうだな、風。こんなに曲がんないな。こんなもんじゃないかな。あ、でも96しか当たんなかった。ちょっとちっちゃいか、そしたら。まあでもいい感じでしょ。OK。まあとはいえどもですね、おそらく僕は MC なので、あんまりがっつり僕はプレイするっていう感じではないと思うんですが、まあでも本当にこのミンゴルもね、昔からやってますし、あとはゴルフもね最近やってるんで、こう、まあ、みんなと楽しくね番組作っていければなと思っております。まあ、そしてですね、まあ、今年本当にありがたいことにいろんなイベントだったり、まあ、YouTube 以外での生放送とかでですね、ナイスバーディー、よし、まあ、MC やらせていただく機会ってたくさんあって本当に嬉しかったんですけど、まあ緊張するんですよ MC って。やっぱりなんで、ぜひぜひ皆さん、普段コメントくれてる人とかがコメントとかくれたら嬉しいなと思います。ちょっとコメントが読める形なのか、そもそもコメント欄が開放されてるのかもわかんないんですけど、まあでも後でね Twitter とかは見させていただくんで、ぜひですね。あ、ちなみに僕は応援しても、あの残念ながらプレイステーション4は当たらないんですけど、僕へのね応援についても皆さんお待ちしております。はい、あーファーストカットだ、これファーストカットって言うんですよ、セミラフで。ちょっと今インパクト見せましたね、この辺この辺。まあこれ当たり前のようにね、僕はもう喋らずいつもだと実況してしまうんですが、やっぱりフェアウェイに置かないと、この 88% から 95% っていうね確率がこう割と幅広くなっちゃって狙いにくくなるんでね、基本はフェアウェイに置いていってね欲しいですね、今日みんな目は。はい、あーほら当たりすぎたよ当たりすぎたよ。いいね。あ、でもいい、意外とアゲインストが強かった。 OK、 まあ、4メーターって結構強いですね。よし、バーディーチャンス。さすがプレイステーションさんだなと思ったのが、冷静にミンゴルとプレイステーションのセット10名さん連続バーディー、ナイスバーディー、冷静にすごいですよね。まあ普通のプレス4のプレゼント企画とは違って、作ってる人がプレゼントするわけですからね、またちょっと話は違うと思うんですけど、わ、さすがプレイステーションソニーすごいと思いましたね。はい、うちの父親がですね、このミンゴルが出てからずっとこのミンゴルとプレス4が欲しいって言ってるんですよ。教えてあげようかな、今日ツイートしたら、ツイッターやってないだろうけど、ツイートしたら当たるかもよって。でもやだな、そしたら父親に番組見られるってことだから、やっぱり視聴者の皆さんとか、まあ、友達とかにこういろんなね番組とかテレビ出たりしたの見てもらったらすごい嬉しいんですけど、やっぱ家族の人が見てほしくないっていう、なんかねあるんすよやっぱり。はい、行きましょう。パー5ね、ここ。直ドラ行く、直ドラ行く、もうミンゴルあるある。
ミンゴルあるある、異常に直ドラを採用する。直ドラなんてやってるプロもうあんま見たことないですけどね。お、いいんじゃない。でも今年あれだな、てか先週か先々週ぐらい石川亮君が結構調子良かったんですけど、直ドラパワー5でやってて久々に亮君の直ドラ見たなと思って、プロでも直ドラなんてまずやんないんですけど、亮君は確かに結構昔から直ドラやってるイメージありますね。はい、これ奥が下ってるからちっちゃめでいこうとかっていうね、このゴルフの感じ、これをちょっとね今日ねみんなに知ってもらいたいなと思いますね。はい、まあ、今回出演する YouTuber の皆さんとはまあ同じ事務所で普段からこう仲良くさせていただいてるんですが、ちょっとですね一つだけ僕今迷ってるというか困ってることがありまして、まあギコちゃんさんいるじゃないですか。ギコちゃんさんとはですね、まあ本当に昔から仲良くさせていただいていてですね、まあ事務所に同じ時期に入ったんですよね。 OK! ナイス。で最初はギコちゃんさんって呼んでたんですよ。でまあギコちゃんさんの方が年は上なんで、まあもちろん敬語でお扱うんですけど、そのギコちゃんのちゃんにこのさんっていうその、まあ、ミスター的な要素も入ってると、ギコちゃん曰くね、ギコちゃんでいいよってこう言ってもらって、もう今は普通にギコちゃんって呼んでるんですよ。いやもうギコちゃんさんってさっきから言うのが気持ち悪くて、いやでもマスオさんのことはマスオさんって呼んでるし、ポッキーさんのことはポッキーさんって呼んでるし、ミヤユーさんのことはミヤユーさんって普段から呼んでるわけですよ。しかも番組 MC なんで、まあみんなにもともと敬語を使ってますけど、まあそんななんかもし全員とタメ語で話してたとしてもなんかおかしいじゃないですか、 MC がタメ語で話すっていう。でそういうので考えると、そのみんなねそのさんつけ合える方がやっぱ丁寧なのかなっていう、リコちゃんだけなんでさんついてないんだっていう、なんかおかしいじゃないですか。そんなこう知らない人からしたら僕とギコちゃんの関係を、なんであの人ギコちゃんにだけはさんつけないんだってなると思うんで、ここは多分さんつけた方がいいんだろうなと思って、まあ今回もですねちょっと練習じゃないですけどギコちゃんさんって呼んでるんですけど、気持ち悪くて仕方ない。久々にギコちゃんさんって呼んだなと思って、わかんない、ちょっと当日ギコちゃんにも聞いてみよう。あ、風強っ、想像以上に風強かったな。当日ちょっとギコちゃんにも聞いて相談して決めます。やっていきましょう。さあこれまあパターでもいいんすけどね、いやでもシワで壊れる部分が結構角度ありそうだし、そこ浮かせられたら一番いいんで、サンドの方がいいよ、むしろうん、サンドの方がいい。これはサンドでふわっと浮かせよう、ふわっとふわっとね、いくぞふわっと、よしいいぞ、これこれいいぞ、これ入るぞ。うわあ、あれだ、ちょっとコントロールがまだね、まだコントロールがあれなんで。いやミンゴルやっぱ楽しいな。来年はですねやっぱりまあこの YouTube 好きなことで生きていくなんていうね、まあ標語みたいなのがあるじゃないですか。まあもちろん今やってるゲーム全部好きでやってるんですけど、本当にゴルフっていうのが、まあ、昨今の僕においては本当に一番の間違いなくね趣味だったんで、まあまた改めてではありますが、実写チャンネルの方でもゴルフの動画いっぱい出していきたいですし、まあゲーム実況チャンネルではねこのミンゴルまたね実況していきたいなと思っております。まあこれはですねまだコース簡単な方なんですよ。やっぱゴルフってコースが難しくなればなるほど攻略性が出てきて面白いので、まあ僕も楽しくできると思いますし、見ててあそんなことを考えながらゴルフってやるんだっていうのが、まあ実際こう伝えられるかなと思います。まあ、本当にねうちの父親も言ってるんですけど、このミンゴルは本当素晴らしい、ゴルファーからしたら素晴らしいゲームですよ。本当にもうリアルすぎる、本当に小学生の時に何度も言うんですけど、これでね勉強してたんで、はい、よっしゃうまい直ドラナイス、あやばい、あぶねえ、危なかった、危ない、うわー、うえ1ミリ1ミリ今の。まあねこれもゴルフあるあるなんですよ、これミンゴルあるあるというかゴルフあるあるなんですよ実際。いやー乗せたいけどなー、の危ないだろうな、乗せ狙いに行ったら。あ7番までしか使えないんだ。そしてこのねあの慎重に行けばいいのに、せめてこのまあでも今のだってほんとミリの世界なんで、ね、このまま打つと地面に当たるかもしれません。そう最近のミンゴル優しいんでこういうの教えてくれるんですよ。あやばい、まあいいだろ、フェアウェイに出れば OK。
ああファーストカットだ。やばいよ、ボギー叩いちゃうよ。4アンダー頑張ろう。4アンダー、んーいやー風と相殺してこんなもんかな。ダイバーゲンス多分風が結構4メートルって強いなっていうのが今回の一番感じてることなんで、デカめに行きます。これ102、残りが 89.3 で、ファーストカットもうマックス打っていいぞこれ。あ、また95当たった。最高。僕大体真ん中を取るんですよ。まあでもいい感じでしょ。 OK。 さあパワーをセーブしましょう。落ち着いてこ。うわー結構難しい、ラインが難しいぞこれは。本当にもうミンゴルの慣れなんで、こういうところね今日ミラクルプレイが生まれてほしいな。6.7 まだ 7.5 ぐらい。ちょっと大きめに打とうか。ちょっと大きめに打ちます。大きさは思い通り。あとはラインがどうか。よし完璧だった。なんだかナイスパー。さすがですね。よし4アンダー行こう。4アンダー、まあ、5アンダーいければ嬉しいかなぐらいですけど。パー4426ヤード長いな。そう最近ですね、僕あんま言ってなかったんですけど肉離れ起こしてて2ヶ月ぐらいゴルフができてなかったんですよね。でもだいぶ良くなってきて、まあ、ちょっと打ちっぱなしとかもまた行き始めたんで、23日にゴルフやる予定があるんで、あと1月2日、そして1月にまたねいろいろとあるみたいなので、ちょっとここからまたゴルフ楽しんでいきたいなと思っております。はい、全然届かへんやん。おいけるいける、直ドラよし攻めるぞ直ドラで。でもフォローだからこれでかすぎるな、さすがに。バックスピンかけといて、あーでかい。 100% また 100% だった。これはでかい。転がらなければいいけど、転がるよな多分。あでもいいでしょう。オッケーオッケー、そこまで大きくなかった。直ドラでこの寄せは素晴らしいですね。バーディートライ。そう最近嬉しいのがですね、まあ本当に僕ちょうど1年ぐらい前にゴルフ本格的に始めて、まあやってたんですけど、この1年で本当にその周りの YouTuber だったり、まあ事務所のスタッフの人だったりがめっちゃみんなゴルフハマって、まあ最近 Twitter とかフォローしてくれてる人は知ってると思うんですけど、結構いろんな人と打ちっぱなしとか行っててですね、嬉しいもんですね。こう自分の趣味みんながこうやってくれるとというか、なんというか一緒にやれる人が増えると。僕野球ももちろん趣味なんですけど、野球はもう視聴者の皆さん異常なほどね語れるんで、野球はいっぱいねそういう同じ趣味を持った人がこうなんか周りにいた感覚だったんですけど、ちょっとちっちゃかったわ。これはむずい、これ入れたら神だ。登ってるな。スライスだね。さっきより全然速くて長いから、さっきより読んだ方が良くて、こんなもんじゃ、いやもうちょっとこんなもんじゃないかな。あ、でかい。ちょっとでかい。そこだ。惜しい惜しい。ちょっと読みは悪くなかったんだ。ちょっとでかかった分ちょっとあれだったな。惜しい。まあでもね、でも 8.6 からだったらナイス寄せよ。ナイスタッチよ。オッケー。うまかったです。さあ行きましょう。パー4です。どうしようかな。これでいけるかな。なんかワンちゃんが部屋に来ましたが無視します。ワンちゃんアディオス。いつもね実況してる時に来るなって言うんですけどね、来るんですよワンちゃんが。今鼻息でめっちゃドアを開けろと言ってますが開けません。んでどうしよう。4番だと届かない気がするの。いやでも下りか、いけるか。これマックス打てば大丈夫だな。いける。やさあ 99% いい距離感だと思う。あとは曲がりが、お危な、枝当たりかけ、おいい距離感じゃないか。素晴らしい。惜しい惜しい。レベルアップ。スプリンイーグルまであったな。
バーディートライ。ちなみに4番アイアンなんてめちゃめちゃ難しいクラブですからね。あんまりアマチュアの人で4番入れてるって知らないの。プロは割と4番ぐらいのアイアン入れるんですけど、僕は5番まで。あとは4番ホール、パー3です。よっしゃ、今5アンダー。よし、6アンダー行こうぜ。パー3だろ、取れる取れる。いやでもグリーン、うわーこれ割とピン位置がいやらしいところにあるな。これそう、このピンが立つ位置って日によって違うんですよ。だこれだとバンカーに近かったりすると割と嫌な位置って感じですね。このコースだったら逆に割と奥目だったら、まあ距離は遠くなるけど奥目の方が簡単だなって結構思うかな、このコースだったら。はい、スーパーバックスピンかけるか。あ、いいか、まあ、そんなにはぶれないはずでも。うわうわ、こら、うわ、ちょっと風を読みすぎたというよりはコントロールがぶれましたね。よし、最後かっこよくチップイン決めて終わりたい。まあ、パターでいくか。パターでいってもいいんですよ、全然こっからだと。パターでいきましょうか。パターでガッチリ決めて終わろう。5センチでしょ、97から100%。6.3 メートルぐらい打てればベストだと思います。あ、ちょっと大きい。 6.5 ぐらいになっちゃった。惜しい惜しい。まあでも5アンダー、 OK、 目標達成。はい、というわけで、まあ、1人でやってもですね、これだけ盛り上がるみんなのゴルフではあるんですが、まあ、本日はね対決という形みたいなんで、ちょっとね僕はもうめちゃめちゃ割とやり込んでた勢なんで、特にミンゴル4、ミンゴル神まで称号を言ってたんで、あの今回はね本当にこう MC として番組を盛り上げられる側にあの回れればいいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん足運んでいただければね嬉しいです。本日20時からプレイステーションの公式チャンネルにて行われます。もう動画の生放送の URL を概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひそちらのリンクから飛んでですね、ご覧いただければ幸いです。はい、いや緊張するな、ちょっと緊張しますが頑張ります。皆さんに楽しんでいただけるよう、ね、そしてさっき言ってた通り、その Twitter で応援ツイートをするとですね、プレステ4がなんと10名様ミンゴルセットでね当たるかもっていうチャンスがあるらしいんで、ぜひぜひ皆さんそちらの方もご参加ください。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録、高評価、そして番組への応援ツイートよろしくお願いいたします。まあ、ぜひですね詳細は確認していただきたいんですが、僕を応援してもプレステ4は当たらないんですが、ぜひですね、アキさん MC 頑張れという方はね、僕への応援ツイートもお待ちしております。ではまた次回の動画で、そして8時からの生放送でお会いいたしましょう。アディオス。